変なことになりましたね。過激団対戦どうなるんだ。やっぱ中止なのか。どうだろうか。一体あの仮面の女は何者なんだ。ヤッシャ、そう言ってたわね。違う、そんな、そんな名前じゃない。サクラ、あれは、あの人は神宮寺サクラさんです。神宮寺サクラ。そうです、ヤシャは神宮寺サクラさんです。あの姿、あの声、どう見たって神宮寺サクラさんじゃないですか。違いますわ。あれはサクラさんじゃありませんわ。どうしてですか。どうしてそんなことがわかるんですか。一目見れば十分ですわ。絶対に違います。それにあの人は今帝都にはいません。ゲントにいるのよ。ゲント、それは一体どういうことなんですか、スミレさん。仕方ないですわね。話しましょう、ニト作戦のことを。10年前に起こったコーマ大戦、それはコーマ王の復活をめぐる戦いでしたの。コーマ王が復活すれば帝都は、世界は滅亡する。その危機に対して私たちはもう一つの帝都であるゲントを作り出し、そこにコーマ王を封印する計画を立てたの。それがニト作戦よ。帝都とゲント、なるほど、それでニト作戦なんですね。どうやってもう一つの帝都ゲントを作り出したんですか。神器帝剣を使ったのよ。帝剣はその力で魔を封印する都ゲントを生み出した。そんなことが。帝剣、まさに神器と呼ぶにふさわしい力ですね。でもそれには大きな犠牲が必要だった。帝剣の強大な力を引き出すには莫大な霊力が必要だったのよ。帝剣の軌道には帝都、パリ、ニューヨーク、全歌劇団隊員の霊力が使われ、そして皆さんはゲントに一緒に封印されてしまった。そんなニト作戦は成功し、コーマ王はゲントに封印された。全歌劇団隊員と共にね。これが10年前に起きた事実よ。他に聞きたいことはあるかしら。神宮寺さんたちは無事なんですか。そのまさかコーマ王と一緒に封印されてるなんて。多分向こうで戦い続けている、そんな気がしますわ。絶対に命を諦めない人たちですもの。信じているんですね。もう一度あの方たちと共に舞台に立つまでは私も諦めませんわ。だとするとヤシャは何者なんでしょうか。先ほど話した通り、歌劇団の隊員は全員ゲントに封印されていますの。だから絶対にサクラさんではありませんわ。本当にそうだろうか。俺にはまだ判断がつかないな。帝剣は今どこにあるんですか。そんな危険な力野放しにはできません。スミレさん、わかりませんわ。封印の後
亡くなってしまいましたの。どこかに再び出現しているのか、それとも力を使い果たして消滅したのか。そうですか。最後にもう一つだけよろしいですか。何かしら。こんなことになって歌劇団大戦はどうなるんでしょうか。それについてはちょうど今からプレジデント G の発表があるそうよ。諸君、お待たせしてすまなかった。ここに改めて世界歌劇団大戦の開会を宣言し、一つ重大な決定を伝える。我々は今未曾有の危機に瀕している。しかしそれに負けることはできない。なぜなら我々は歌劇団だからだ。人々を守る剣であり盾だからだ。だが個々の力はあまりにも非力すぎる。今こそ我々は一致団結しなければならない。そのために歌劇団大戦のルールを変更する。一つ、競技ではなく命を懸けた実戦とする。一つ、敗北した歌劇団は即時解散。一つ、優勝した者が世界統一歌劇団の代表となる。弱き歌劇団は解散となり世界統一歌劇団に吸収される。唯一の強者が敗者を従え、最強の歌劇団が生まれるのだ。それが私の決定だ。以上。なんで歌劇団同士が戦わなくちゃならないんですか。本気の戦いってことだろ。納得いかねえぜ。歌劇団大戦がただ傷つけ合う場になるのなら、私が参加する意味もないわ。里の掟17条、仲間とは相争うべからず。歌劇団は都市を、そこに住む人々を守る力です。それがただの破壊の力になるなら、私は。落ち着いてくれ。みんな、俺たちの状況そのものはそれほど変わっていない。敗北したら解散、つまり優勝するしかないんだ。そういうことじゃねえだろ。本気の戦いってのがおかしいって言ってんだ。競うのではなく戦うことで強さを決める。本来の歌劇団の姿とはあまりにかけ離れています。仲間と戦うのは辛いな。歌劇団同士は互いに競い合っていても、共にコウマと戦う仲間なのに。そうですよ。それなのにこんなことってあんまりです。歌劇団同士を戦わせ世界統一歌劇団を作るか。世界中の歌劇団が一つになるのなら、それは素晴らしいことではある。そのために仲間同士で本気で戦うなんて、やっぱりおかしいです。神崎支配人はどう思われます。わかりませんわ。今はまだ情報が少なすぎるけれど、わからないことをあれこれ言っても始まりませんわ。今は目の前の戦いに集中しましょう。どんな状況でも私たちは勝つしかないのですから。
どなた？スミレさん、ちょっと質問が。何かしら、神山くん。二度作戦に参加した歌劇団の隊員は、ゲントに共に封印されてしまったと。失礼ながら、どうしてスミレさんは、帝都に。あの時、私の霊力は、もう尽きかけていましたの。要するに使い物にならなかった、そういうことですわね。それは本当に良かったです。スミレさんが帝都に残っていてくれて良かった。どうしてですの？だってスミレさんがいてくれたから帝国歌劇団はまだここにあるんですし、スミレさんがいてくれるからみんながまた平和な帝都に戻ってこられるんじゃないですか。あの方と同じようなことを言いますのね。え？何でもありませんわ。それより神山くん、歌劇団体制しっかりね。はい。まあいいか。
あら、キャプテン。今度は私の稽古を見に来たの？そんなところかな。相手がいた方がいいなら稽古に付き合うよ。助かるわ。それじゃあお願いしようかしら。私の演技に合わせて決まったセリフを言ってちょうだい。焦らず、力まず、自然体でいいわ。さあ、それじゃあ始めるわよ。あら、珍しい。あなたが私の部屋に来るなんて。雨でも降るんじゃないのかしら。それはひどいな。君の部屋に行かないのは、二人で会うのがいつも公園だからだろ。だってあなた、散歩と私の膝枕が大好きなんだもの。ご希望を叶えるには公園しかないでしょ。でも今日は違うようね。もしかしてベッドの上での膝枕をご希望かしら。今のはなかなか良かったわ。この場面なら今ぐらいの声の大きさが正解。センスあるわよ、キャプテン。それで今日は何の用なの？いいこと？悪いこと？ちゃんと言って。俺と結婚してくれ。俺とずっと一緒にいてほしいんだ。いやよ、ずっと一緒なんていられない。だってどちらかが先に死ぬんだもの。だからお願い、死ぬまで私と一緒にいると約束して。最後に手を握ってくれる相手があなたなら、私の人生は幸せだったと誓って言えるわ。だから。今の演技で大正解。いい演技をするわね、キャプテン。想像以上に難しかったよ。アナスタシアの凄さが身に染みて分かったよ。あなたも筋は悪くなかったから、練習すればものになるかもしれないわね。本当かい？お世辞でも嬉しいな。ただあなたは発声や演技よりも本物の恋愛の練習をした方がいいのかも。よかったらそれも私が付き合ってあげましょうか。
入って。
誰かの声が聞こえたような。これは浴室からか。さん、聞こえますか？これはクラリスの声。風呂にいるのはクラリスか。って落ち着いてる場合か。まずい、疲れる前に早く出ないと。ダメです、離れないで、こっちに来てください。え、今なんて。恐れることはありません、こっちに来てください。それとも嫌ですか？これは誘われているのか。ということは、絶対にダメだ。どんなに誘われてもそれはいけないことだ。もっとこちらに来て、私を抱きしめて。そんなに誘ってくれるな、クラリス。ああ、嬉しい。これで願いを叶います。私たちは命を果てて一つになる。さあ、共に湖の中に。待て、命果てて湖、風呂なのに。もしかして演技の練習をしているのか。ここまではやった。よかった、あのまま浴室に入っていたらとんでもないことになっていたな。ああ、助かった。自分の理性に感謝しよう。帝都にあのようなものの侵入を許すとは、ミズ S、 どういうことかね。お飾りに過ぎんとはいえ、仮にも帝都を守る帝国歌劇団、このような帝たらく一体何をしているのか。やはり荷が重いのだよ。歌劇団というシステムに限界が来ているのだ。ミズ S、 帝国歌劇団にゲントは任せられない。帝剣はどこにある？さあ、存じ上げませんわ。私はもう現役を退いておりますもの。政権が使われたあの作戦、ニト作戦にも参加していませんでしたから。ニト作戦は確かに成功した。かろうじてだが、コーマ王の封印に成功したのだ。だが覚えているはずだ、犠牲はあまりにも大きかった。今やかつてのような強大な歌劇団はない。残された力ではコーマどもに対抗できんのだ。我々は力を結集する必要がある。世界中に散らばったバラバラの歌劇団ではなく、一つの強大な力を持った歌劇団にする。世界統一歌劇団構想。そうだ、統一された世界歌劇団、それこそが我がウルフの使命。
今回の歌劇団大戦でその候補を選定する。実力、そう、純粋な戦闘力で優劣を決め、最後に勝ったチームを中核とし、かつてない力を持った歌劇団、ウルフ歌劇団を立ち上げる。そして帝剣はウルフ歌劇団が守るのだ。それでこそ世界は守られる。仮に歌劇団を統合したとして、都市防衛構想はどうされるおつもりですか？守るだけでは何も解決しない。ウルフ歌劇団の総力をもって一挙に敵本拠地に攻め込み殲滅する。そのための歌劇団だよ。最強の歌劇団がコウマどもを滅ぼす。それで万事は解決する。本気の戦いか。相手は誰になるんでしょう。よっ、どうしたどうした、しけた面してんじゃねえか。そんなんで歌劇団対戦をどう戦おうってんだ。シャオロンさん、ユイさん、お前たちがどう頑張ったところで、所詮敗北はもう決まったけどな。何ですかそれ、どういうことですか。歌劇団対戦1回戦の相手はあんたたちに決まった。なんだよ、いきなり上海と戦うのかよ。よりにもよって残酷です。そうか、所詮は上海歌劇団が相手か。なら正々堂々戦おう。お、かかってこい。いいですね、男の人たちって。隊長もシャオロンさんも本当に戦う気なんですか。おいおい、どうしたってんだよお前たち。いつもの威勢はどこ行きやがった。なんか悪いもんでも食ったのか。なんならチャーハン作ってやるぜ。そういうんじゃないって。けどシャオロンさんは平気なんですか。私たち同じ歌劇団なのに。同じじゃねえよ、俺たちは強い歌劇団、お前たちは弱い歌劇団だろ。守りたいものは何、さくら。私の守りたいもの、覚えてるよ。私は動かない酵母の中で、それでも決して諦めないと叫んでいたね。自分の夢を諦めないと。それなのにあんたは
今ここで諦めるつもりなの？答えて、さくら。あんたは夢を諦めるの？いいえ、諦めません。私は絶対諦めません。なら私たちと戦って、どんなに辛くても私たちと戦うの。あんたの立ち向かう勇気をもう一度私に見せて。ユイさん、わかりました。私ユイさんと戦います、全力で。助かったよ。何、最初から負けてるやつと戦っても楽しくもなんともねえからな。けどこれで面白くなりそうだぜ。よし、よく聞け、帝国過激だ。お前らの相手こそアジアの竜、我ら上海過激団だ。全身全霊で来い、瞬きする間にほふってやる。